はい、撮りました。オッケー、オッケー、あなたのままでオッケー、ぴょん。はい、オッケーウサギシーラぴょんの今日はインタビュー。こういう始まり方ですね。はい、今日はですね、はい、1月の、はい、22日からですね、はい、公演がある、私が女優デビューをする大人の麦茶に、ご出演している俳優の宮原翔吾さんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。皆さん、ミュージカル天の川前説をご覧いただいた皆さんには、月読み、そうです、役で、はい、ね、皆さん、イケメンということで大いに湧いた翔吾くんなんですけど、覚えてらっしゃると思いますが、どうですか、今回の、天の川伝説のファンの人がたくさん見てると思うんですけど、天の川伝説は翔吾くんにとってどんな作品でしたか？神様のお話、古事記の話ということで、僕はその神社に行くのが好きだったりするんですね。はいはい、で、なんていうんですかね、まあ、今年もお正月にもちろん初詣も行きましたし、去年初めてあそこに行ったんですよ、島根県の、はい、出雲大社へ初めて行けて、はい、で、まあ、そこでもすごくその神様を身近に感じ、まあ、神様を身近に感じるっていうこともなかなか、なんていうんですかね、表現としていいのかどうかは分かんないんですけど、なんかこう自分を通ってる何かっていうものが、その天の川伝説によって一個また通ったものがあったかなって思います。はい、はい、1月の22日から、はい、大人の麦茶のやっと味がするという作品が、はい、まあ、新作で今稽古中で、今稽古場でこれをお話ししてるので、ちょっといろいろ音が入っててちょっと聞き取りにくいかもしれないんですけど、今回 の、はい、作品役とかについて何か見どころとか、まあ、僕の、ね、見どころは別にいいとして、これはもう逆にしーちゃんの見どころ、僕はほら、天の川伝説の時は静香さんって呼んでたりしたんですけど、今回ね、一緒の共演者ということで、稽古場でもその大人の麦茶のこの座組でしーちゃんって呼ばれているので、まあ、しーちゃんのその役どころの方はやっぱりみんなこう どんな役どころなんだろうってすごく思ってると思うんですね。はい、なのでそのお話を少しさせていただけたらと思います。はいはい、で、まあ、稽古でいろいろね、こう試したりする中で、やっぱり僕が感じたのは、やっぱり演出脚本家であり演出家であるその大木静香さんがどういうふうにこの役者としてそう稽古を理解して、ちょっと声がね、あれかもしれないから近所にやりました、はいはい、理解して掴んでいくのかとか、そういうところを、まあ、ちょっと感じながら見ていただいてですけど、はい、まあ面白いでも本当に面白いですよ。それはもう見てるだけで面白いから、これが本当に本番にどういうふうになっていくのかなっていうのはもう本当に楽しみです。で、この役どころも言っていいんですか？役どころも作品的に大丈夫だったらいいです。そうですね、はい、先生の役です。あ、そうです ね、はい、先生の 元先生ですね。そう、 元小学校の先生ピンクの髪の委員会みたいな、はい、ね、聞きましたもん、ピンクの髪でもいいんでしょうかみたいな、ね、先生なんですけどいいんでしょうかって聞きました。まあ、なんかそういう学校なんでしょうね。はい、ね、それ、そこの先生をやってた時に、はい、そのある生徒にですね、まあまあ、でも本当にネタバレになっちゃうから、あんまり言うとね、あ、これ言わない方がよかったな、そんなことないか、そんなことないです ね、はい、だ、まあ、これが本当なのか嘘なのか分かりません。まあ、これからいろいろ変わるんでね、どんどん変わっていくんでね、どん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 変わってるんで、どうなるか分からないですね。はい、そう、一番皆さん聞きたいのは、うん、好きなことをやり続ける、うん、まあ、ここの舞台とかも俳優さんというお仕事は好きなことだと思うんですけど、好きなことをやり続けるための秘訣みたいなのありますか？好きなことをやり続ける秘訣、うん、自分に素直になることだと思います、うん、やっぱりそれは自分が人と接してても疲れません、大丈夫大丈夫大丈夫、素直なやっぱり
気持ちをね、あのぶつけてくれる人とか素直にものを、ね、話してくれる人って僕もその素直になれるし、うんうん、そういう何て言うんですかね、気持ちよくその一人じゃ生きていけないから、あの人と関係を築いていけるんじゃないかなって思うんですよね。そうするとそれがなんかいい方向に行って好きなことを続けられるんじゃないかなと思います。あともう自分を好きでいる秘訣って何かありますか？自分を好きでいる秘訣、はい、よく寝ること。あ、それはいいですね。あの皆さん、あのやっぱり眠ると脳が休まるんで、自分の中のいつもこう忙しく働いている思考が止まるんですね。そしてその睡眠の中では大いなる源と言われている臓器とつながることができるので、睡眠っていうのがすごい大事なことだと思います。あ、そうなんだ、はい、じゃあ僕もそう思ってます。そうですね、多分、うん、そうだと思う、はい。お芝居を見に来てくださる皆さんに何か一言、うん、そうですね、あの大人の麦茶、あの初めての方もいらっしゃるかと思うんですけども、あの劇団員たちが劇場にね、あの皆さんいらした時に劇場で何て言うんですかね、開演前からあのお出迎えするというスタイルをあの劇団で撮っています。なのでそのお芝居が始まる前に皆さんの顔をもちろん拝見できますし、あのそこからあの劇場に来てくれた方をどういうふうになんていうんですかね、接するかというところから本当にいい気持ちで見始められるように頑張りますので、それも楽しみにしていてください。そして、はい、登場を、はい、私はですね、本当に女優デビュー初めてのチャレンジということで、もう皆さん全員プロなので、マジでもう初めて立った日はもう帰り泣きそうになって帰りました。でもそこから どうやって本番いい気分で演じられるようになるか、もう本番だけはもういい気分で演じるということを自分に決めてるので、それが皆さんにとっても一番いいと思ってるからそうしますので、ぜひぜひ応援しに、もう大木静香応援しにやってきてください。そして天の川伝説月読みファンの皆様には、月読みではない今回のもう役がレンズによって全然違いますもんね、翔吾くんね、そう、全くキャラが変わるんで、それも面白いんで、ぜひ見に来てください、本番は1月の22日から29日まで、下北沢の鈴なり、あの私が若い時から1回でいいから立ってみたいという、もう憧れの劇場です、はい、というわけで、はい、今日は、来ていただきまして、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます、宮原翔吾くんでした。というわけで、ではね、またね、バイバーイ。